番目、この和歌は3番目の歌い方ですね。四季島のとか北から原音からいく分です。行く秋の6番ですね。能は6番、これ四季の6番と同じです。白帝城で千里の高陵ね、高陵の6番と一緒で上百合です。その2段目、大和の2-3、これ平引き下げなんですけども、平引き下げの和歌には2-2っていうのがございます。2-2の場合は下に降りた3の音が上の楽と同じくらいの長さになります。で2-3は上の段よりも少し半分ぐらいの長さで収めてください。それと32の5番なんですけども、上引き上げ指引きですね。国の5に落ちて765なんですけども、これをこのまま音だけをたどれば国の、ちょっとわからしくございませんのでね、5に落ちて次の7をついてから7と6を少し振られたらちょっと抑揚がついていいかなと思います。国の ここですね。7-6-7-6-5、少し大和のからお願いいたします。はい、大和の指下げですね。これは詩人の場合も9-3というのがございまして、気持ちを上につなぎます。点々点ってしてますのでね、塔の上などのところにつないでいくようにお願いいたします。塔の、はい、どうぞ。塔の気持ちをつないで上なる。はい、ありがとうございます。次の4段目、ひとひらの57番、これは下百合になります。3-6-5-5で伸ばしますね。ひらのの母音で伸ばして、5-3/2を、この図で行きましたら3回言ってるんですけどもね、5-3/2、5-3/2、5-3/2、おで言いましたらおおですね。これを早く言ったらこの57番になります。ひとひらのこういう感じです。ちょっとおーからゆっくりおーって言っていただいて、自然なるべく早く早く言っていただけますか。はじめゆっくりでどうぞ。